ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでいよいよチャンピオンダンデ、よしやっていこう。ふう、頑張っていきますか。みんなにも応援されるしね。いよいよ、いやー長かったんかな長かったんかな。お、おるおる。乾燥がふわっとしすぎである。だからどこから風が吹いているんだこいつのとこだけ風が、ほらこっちの髪はなびいていないというのに。コートの張り詰めた空気、それとは真逆の観客の熱狂、どちらも最高じゃないか。いいかい、彼ら観客はどちらかが負けることを願う残酷な人々でもある。そんな怖さをはねのけ、ポケモントレーナーとしての全てを、チームの全てを出し切って、ん?ポケモントレーナーとしての全てを、チームの全てを出し切って勝利をもぎ取るのが、俺は好きで好きでたまらない。俺の最高のパートナーたちも、ボールの中でうずうずしている。さあ、チャンピオンタイムだ。ガラル地方チャンピオンダンデと、パートナーリザードンたちが、これまでに得た経験知識で、君たちの全てを打ち砕くぜ。ちょっと噛みすぎじゃないですか?ふぅー。頑張るしかやね。もうここまで来たし。ちょっと待って。おい、モニターを見ろよ。なんだあれ。何、何にもなってないよ、まだ。誰か、何、仕込みの人がおりる。お。ハロー、ダンデ君にアイナ君。やっぱりなんか邪魔してくる感じ。ガラルの未来を守るため、ブラックナイトを始めちゃうよ。何それ。ただ、ブラックナイトのエネルギーが溢れ出して危ないんだよね。え?何あの怪しげな薬。え、なに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 ?やっぱり危ない人なんやない。ダンデ君が話を聞いていたら、こんなことにはならなかったのにね。え?あれ、各地のスタジアムかなんか?え、なに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 ?一旦中断?兄貴、アイナ。おう、ホップ。今のって、ナックルシティのスタジアムだよな。マジか。ローズさん何をしちゃったんだ?さっぱりわからない。わからないが昨日の話、千年先の問題を解決するため動いたのか。とにかく俺が、チャンピオンの俺が行く。別にチャンピオン協調戦でいいよ。リーグ委員長の意図をきちんと理解しなかった俺に責任がある。だから、俺が責任を取る。俺に任せるんだ。今からチャンピオンタイムだぜ。何?兄貴、高校落ちなのにナックルシティに行けるのか。でも出たとこに、あ、そっか、あれはこの町専用のか。空飛ぶタクシー。俺、兄貴の力になりたい。でも、アイラに勝てなかった俺に何ができる?やろうよ、一緒に。何をやるんだ?ローズ委員長が言ってたブラックナイトって、大昔の空が暗くなったことだろ?あ、それか。始めるってなんだ?そもそもどこで聞いたっけ?英雄像?エンジンシティ。英雄像。エンジンシティの英雄像。一緒か。ソニアがそんなこと言ってたっけ?英雄は二人で、剣と盾のポケモンと共にブラックナイトを沈めたんだ。ってことは私ら二人が行くってことやね。よし、眠りについただろう。二匹のポケモンを探すぞ。アイナどこだ?まどろみの森?さすがアイナ。そうだよ、まどろみの森だよ。お前が戦ったのはポケモンの幻。あいつが眠りについたポケモンだぞ。お、これから伝説のポケモン捕まえに行く感じ?よし、まどろみの森には何かあるかもしれないぞ。盾のポケモンはどうなの?シュートスタジアムのコートに向かったよ。あ、もうここに帰ってきたんや。あれ?アイラにホップ。って、忘れてた!チャンピオンマッチじゃん!どうしてここにいるの?見てくれてなかったんかい。ソニアったら何も知らないのね。ローズ委員長が大会をめちゃくちゃにしたのよ。え?え?まどろみの森を調査している間に何が起きていたんですか?あ、森の中入っとったんや。あのね、ナックルスタジアムが黒い渦で覆われちゃって。なんていうの?ブラックナイトだっけ?もうめちゃくちゃって感じよ。てかママ久しぶりやね。そんな長靴履いとったんやっけ。でも大丈夫よね。無敵のチャンピオンが何とかしてくれるんでしょ?待って待って。おばさん今ブラックナイトって言いました?ブラックナイトは大昔、ガラル地方を滅ぼしかけた黒い渦の名前。それを始めるってことはやっぱりローズ委員長は悪い人ってことか。
じゃあアイナは何しに来たの？ブラックナイトを止める、剣のポケモンを探す。確かに伝説が真実なら、剣や盾のポケモンがブラックナイトを治めてくれる。渦を振り払う力となる。わかった、これを持ってまどろみの森に行きなよ。私も気になることを調べたら追いかけるからさ。何？おお、元気の塊、ありがとう。それだけ厳しい戦いになるってことか。もう何の迷いもなく入っていくね。しかも何の迷いもなく送り出すね。できることをすればいいじゃない。だってあなたはもう立派なポケモントレーナーなんだから。聞こえてないよ、その言葉。あゆな、またモヤモヤって不思議な気に包まれるかもな。だけど俺らもポケモンも強くなったし問題ないぞ。思い返せばあの時、ウールを探すためまどろみの森に入ったのが伝説の始まりだったかもな。今回の伝説？よし、今からの出来事も伝説の1ページに追加するぞ。なんかそれ久々に聞いたかも。最初の方そういえば言ったね、ずっと。帰ってきた中二病ですね。びっくりした。何事かと思ったよ。誰あれ、何のポケモンやろ。この辺のポケモンもね、多分捕まえれてないポケモンとかいっぱいおるけん、図鑑を埋めるためには捕まえたいよね。誰だ。うん、君はいい。ここからはちょっといいや。もうあのアーマーガーとして活躍してくれているから。レベル3、やば。やば、かわいいな。ここから2匹揃って、ちょっとバツ丸っぽいよね。君は誰？あ、ホシガリスか。なるほど、ホシガリス、かわいいな。久々に見たら超かわいいね。もう途中から欲張り数ばっかり見かけることになったけんな。どこに向かえばいいんやろ。とりあえずまっすぐ行ってみよるけど、先があんまり見えない。コップ、コップ、何の迷いもなくここを進んでいったの。これは野生のイオルブが現れた。君あれやね、初めましてやね。よし、え、ちょっと待って、レベル高くない？どうした？え、何？思っとったレベルと違うんやけど、何事？ちょっとびっくりしたよ、私。ということは、ゴルーグとかで行きます？うん、行こう行こう。私、普通にレベル3とか4を想像しとったけん、急に、なんだ、どうした？何タイプ？虫タイプかな、普通に。とりあえずメガトンパンチで行こう。まさかこの森の中、あ、奥の方に進んでったら強いポケモンが出てくるってことかな。可愛い顔と裏腹のそこそこのレベルのイオルブ、倒してしまわないように体力を削るが、なかなか捕まってくれない。お願い。やったー、よかったー。あと1回攻撃受けたら死ぬところやった。ちょっと危ない危ない。お、パッチルドンレベル71。いいよいいよ。はい、そしてイオルブ、七星ポケモン。賢いポケモンとして有名。大きな脳みそは強力なサイコパワーを持つ証。あれ頭なんや、すげえな。虫エスパー、んー、ここでも結構強いポケモンが捕まえれたね。よかった。おっと、あ、なんか光った。ん？びっくりした、なんかと思った。あれはマタドガスか。回復の薬、ポケモン1匹の HP と状態異常全て回復する。一瞬何がおるんかと思ったよ。焦る。なんだ、いっぱいいるな。てか、どこなんやろう。マタドガスだらけなんやけど。お、メンタルハーブ。持たせたポケモンが自由に技を出せなくなった時に一度だけ回復する。こっちの方来てないってことか。あ、戻ってきた、くるっと回ってきた。ってことはこっちの奥かな。誰、君。え、なんか可愛い花柄。野生のムンナが現れた。バクかな、可愛い感じする。おー、空中に浮いとった。あ、そしてレベル47か。なるほど。二度蹴りやったら死ぬかな。ハイパーボール。
レベル差あっても、さすがにこのレベルで減らさずには無理かな、どうやろ。あ、いけた、よかった。ムンナゲット。ふぅ。ここに来てまたちょっと、ポケモン図鑑が埋まっていく。ムンナ、夢食いポケモン。深夜枕元に現れる。夢を食べているとき体の模様がぼんやりと光る。かわいい。発光するんや。枕元でぼんやり光られたら結構な恐怖だと思いますよ。進化するんかな。あ、あっこにもアイテム落ちとる。煙玉。持たせたポケモンは野生のポケモンとの戦闘から絶対に逃げられる。おー、なるほど。いいやん。あ、ホップや。びっくりした。人がって思った。とんでもない霧だな。前来た時よりもすごいぞ。で、出てくるんやないこれ。また濃くなってきたことない？あ、来た！え、2匹おる。これが剣と盾の。おー、すげえなんか。いたぞ。あいつらが剣と盾のポケモンだ。今回は幻じゃないんかな？本物？あれ、消えた消えた消えた。どうするのあれ。あ、道が。おい、どこに行くんだよ。お前たちの助けがいるんだぞ。そんなこと知ったことじゃないよね、向こうからしたら。あんたたち何してるの？は？ソニアも見ただろ？剣と盾のポケモンがいてさ。でも森の奥に消えていった。ちょっと、あんたたちの他に何もいなかったんだけど。お？二人にしか見えてないのか。え、俺たちが見ていたのは幻？外国の方も調べてようやく見つけたの。剣のポケモンザシアン。盾のポケモンザマゼンタ。遥か彼方、まどろみの森の向こうで生まれたとされるポケモン。そっか。サンキューソニア。まどろみの森の向こう。抜けるのここ。よし。幻とはいえ、ポケモンにまた会えたんだ。あいつらが持っていた剣と盾だってあるはずだぞ。え？何？どうすればいいの？とりあえず追いかける？ザシアンとザマゼンタ。剣と盾のポケモンは少しでも故郷に近いまどろみの森で眠っているのかも。それこそ、誰も入ってこない静かな森の奥で。眠っているっていうのは、なんだあれ、水か。その、普通にそのまんまの意味で眠ってるってこと？それとも、死んでるってこと？ちょっとよくわからないんだけど。え、なんか綺麗なところに出た。まどろみの森の奥はこんな感じになってるの？遺跡みたいなのあるね。あ、やっぱ死んどんかな？お墓じゃないこれ。ほら。幻として現れよっただけなのか。世界の危機を伝えてくれよったみたいな感じかな。幻になって。おい、見ろやいな。なんだか凄そうな。伝説って感じの場所だぞ。すごい頭悪そうやけど。表現の仕方。人のことは言えませんけどね。伝説って感じの場所。まあ、確かにって感じやけどね。なんか崩れてきそう、大丈夫？あ、なんかある。剣。盾。めっちゃ乱雑に置かれとるけど。なあ、いな。剣と盾だぞ。伝説は本当だったんだ。どうするん、あれ拾うん。お。持ってっていいんすか。アイナは朽ちた剣を手に入れた。大昔の英雄が最悪を打ち払ったと伝えられる剣。だが今は錆びてボロボロになっている。え、大丈夫なん？よし、俺は盾を選ぶぞ。ちょっとボロボロすぎるぞ。こんなのでブラックナイトを倒せるのかよ。ブラックナイトはポケモンのことなんかな。まあ、お守りにはなるか。なるんかな。大丈夫？なんか普通にボロって崩れ落ちん？あ、鳴き声が。剣と盾のポケモンは眠っているんだな。よし。兄貴を助けるのはやっぱり俺たちだぞ。え、ってことはこのポケモン、ソードシールドは、伝説のポケモン自体はもう死んでこの世にいないっていうことなの？そういうことなの？よくわからないけれど。兄貴がナックルスタジアムでブラックナイトと戦ってる。はいな。空飛ぶタクシーでナックルスタジアムまで飛ぶか？あ、行こう、それじゃあ。よし。森を抜けてナックルシティへ一飛びだぞ。ナックルシティのナックルスタジアムに行きましょう。
さあ、ナックルシティまでやってきた。何あれ、誰？ああ、びっくりした。アイナにホップじゃないか。大事なチャンピオンマッチ、大変なことになったな。まあ今それどころじゃないもんね。世界の危機になってしまった。それにしても、ポケモンから溢れるエネルギーで、ガラルを救おうとするなんて、ローズ委員長ぶっ飛びすぎてて理解できないぜ。世界救おうとしてるの、本当に。ブラックナイトだろうが何だろうが俺は行く。兄貴を助ける。なんか走ってったけど。あ、ホップめ。相変わらず慌てんぼれ騒がしい奴だぜ。ああ、町のみんなは大丈夫だ。他のジムリーダーやポケモンの協力で避難してもらった。チャンピオンを、そしてガラルのみんなを助けるんだろ？はい、もちろん。最強のチャンピオンと最強のチャレンジャー、そしてそのライバルか。ブラックナイトも大変だな。ちょっとだけ同情するぜ。ボッコボコにされるけんってこと？ま、頑張るけれども。行けよ、ナックルスタジアムに。最強のチャレンジャー。その前に回復したいんよね。ほら、ゴルーグが死にかけやし。ポケモンセンターはやってますかね。お、入れる。ふぅ、よかった。出てしまった。ちょ、待って。夜のナックルシティってこんな感じなんやね。あ、てかあれやん。ポケジョブ、どうなった？こんにちは。何をします、ロミ？ポケジョブ。まだ帰ってきてないんかな？新しいお仕事じゃなくて、手が出せない。あれ？私が、あ、これか。手伝い中。あと1時間。なるほど。まだなんやね。OK です。OK です。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことは、伝説のポケモン自体を捕まえたりとかすることはできんってことなんか。悲しい。